お見舞いに来てあげたわよ。あれ、案外元気そうじゃない。どうやってって玄関から入ったに決まってるじゃない。玄関の鍵かかってなかったよ。ごめんね、どうしても驚かせたいって言われちゃって。調子はどう？顔色はいいみたいだけど。そうなんだ、よかったね。もっと死にそうな顔して死んでるかと思ったのに、残念だわ。せっかくお見舞いの品を持ってきたのに、これじゃ効果がないじゃない。ある意味食べ物かな。まあ食べちゃダメだけど。はい、お見舞い。放課後に行事医の委員会室の前をうろうろしていたの。だから拉致ってきた。昼休みには教室にも来てたのよ。廊下からチラチラあんたのことを探してたわ。昨日来なかったから。夏から聞いた。私知らなかったから。帰りましょっかね、マリカ。うん、そうだね。日野くんが元気なのも分かったし、大阪さんはごゆっくりね。うん、見た感じもう大丈夫そうだしね。それじゃまた明日学校でね。確かにお見舞いの品は届けたわよ。いい？ソラ、さすがに病み上がりだから襲うほどの体力はないと思うけど、もし襲われそうになったらすぐに逃げるのよ。そんじゃねー、バイバイ。元気そうでよかった。雨に濡れたせい。でも、今も問題なく使えている寮のおかげ。
リョウはいつでも一緒にいてくれた。屋上で観測するときも、図書館で本を借りるときも、本を読んでいるときも、居残り申請をするときも、夜の天体観測のときも、いつも一緒にいてくれた。リョウと一緒に行動するのが当たり前になっていた。だから、昨日はリョウが来なくて変だった。一人で望遠鏡を覗くのが寂しいと思った。少し前までは一人で観測するのが当たり前だったのに、不思議。お腹空いた？なら、私が作る。ここに来る前に材料を買ってきた。キッチンに置いてある。マリに言われた。リョウは一人暮らしだから、ちゃんとしたご飯を食べていないと。私が作ったご飯を食べれば、病気はすぐに治って元気になると。でも、もう元気になってる。そんな演技しなくても、ちゃんと作るから大丈夫。食べる？雑炊。体調不良の時は消化にいいものがいい。風邪は治りかけが肝心。ちゃんと買ってきてある。じっと見られてるとなんだか恥ずかしい。嬉しい？そう。じゃあ見ててもいい？どう？隠し味は柚子、かつおだしによく合う。たくさんあるから慌てなくていい。ゆっくり食べて。
慌てなくていいのに。